ブギスムジはインドネシアのスラウェシ島南部で主にブギス語を表記するために用いられるブラーフミー系文字。横長の文字で斜線を組み合わせた波のように見える字型を特徴とする。左から右に書かれアブギダに属するが音節末シーンを表記しない。小学校でブギスムジを教えているが、現在は衰退して災疑や証拠趣味的な特別な場合以外は、 用いいられなくなくっているブギス文字は、同じスラウェシ島のマカッサル文字とともに14世紀からの歴史を持つ。ブギス文字とマカッサル文字は、実際には前者に全ヨンカシーン、インカンパネランカの四文字が多いことを除いては、同一である。ロンタラと呼ばれるヤシの葉の上に書かれ、パロンタラという初期の専門色が存在する。ブギス文字は、1400年頃に、 千羅のオーラに地域で最初に発展したようだ。この地域から南スラ菅シの他の地域にブギス文字が広がった可能性があるが、独立した発展の可能性を否定することはできない。明らかなことは、証拠がある最も初期のブギス文字による記録は、経図であったということである。17世紀初頭に南菅林で紙が利用可能になった時、以前はヤシの葉の上に,に、 まっすぐ、角度をつけて、固く書く必要があった、ブギス文字を、紙にインクを使用してより早く、より多様で快進的な文字形式を書くことが、できるようになった。R.A. カーンは、紙に書かれた湾曲した形の改進された、ブギス文字は、彼が研究したヤシの歯に書かれた、ブギス文字には見られないようだと書いている。オランダの言語学者、B.F. マタスの努力により19世紀なカバに、 ロッテルダムで設計及び製造されたブギス文字印刷機は、それ以来、マカサル、南スラウェイ市、アムステルダムでの印刷に使用されてきた。また、学校でブギス文字を教えるためのモデルとしても使用される。最初はマカッサルとその周辺で、その後徐々に南スラウェイ市の他の地域で使用される。この標準化プロセスは、後の手書きに明らかに影響を与えた。 ブギス文字の標準モデルが登場すると、以前は存在していたバリエーションが徐々に消えていった。そして、19世紀の終わりまでに、マカサル文字の使用は完全にブギス文字に置き換えられた。このブギス文字は、マカサル語の筆記者が新しいロンタラ文字と呼ぶこともある。ブギス文字の死因字は、他のインド系の文字と同様に A が後続する。A、以外の母音がする場合は、 母音記号を加える。母音字は A が1文字だけであり、それ以外の母音は、シーン字と同じように A の文字に母音記号を加えることで表す。音節末シーンは表記されないが、ブギス語は開け音節画主であるために表記されなくても、それほど困らない。2005年のユニコードバージョン4.1で、基本多言語面の U プラス 1A00 から 1A1 回に追加された。 現代の教育目的では、音節末シーンを表すために、ビラーマが使われるとされ、この文字を追加する提案がなされている。ありがとうございます。